めっちゃ雪降ってる。ホワイトニューイヤーですね。ねえ、いいね。なんかいろいろ売ってる。味噌汁が売ってるよ、味噌汁が。福岡3度。平戸1度。ソウルは。マイナス10度。最後。ちんちゃちった。沖縄あったかい。沖縄本当あったかいね。沖縄住もうか。沖縄住みたい。インサセボーセボーセボー。寒いね。寒い。コール。ちょんなまにな。あに、なまかに。ちょんなまにわ。ちょんなまにわ。あ、눈진짜많이온다。わあ。テンション上げです。上げだね。セボは雪嫌だ？下げ。下げなの？料理長自ら作る豪華すき焼き鍋ゴートゥーヒラドセット。ゴートゥーヒラド。やったやった。すごい。すごい。やばみやばみ。やばみ、やばみ、うまい。ちゃんとちゃんと割り下もしてたね。うますぎ。うわあ。あんたたち最高だ。ご飯はどうしよう。口に入れた瞬間もなくなるね。なくなる。しかも油のなんか旨味。そう、甘さも甘い。甘い。焼き鳥よ、この辺の中半端な。父のオリジナルだそうです。伊勢海老。うまい。伊勢海老いきます。あ、美味しいね。倒れそう。うん、もうすき焼きのおもまし。そうますね。まし、ましそうよね。おはようございます。美味しそう。私たち一番好きなお菓子だよね。美味しいです。お土産で買ってきて私たちを食べてくれる。私はケーキもそうなんだけど、これもいいな。高い。ほら、石垣。予防はすごい、あ、もう寒い寒いって言ってさ、挟まれてる暖房器具に。めっちゃ着込んでるしね。なんでこんな寒いやろ。一度だから今。そっか、でも昔は駅中のぐらいだったら、うん、そんな、なんだし、家が木造だから。確かに。ということで、
今からお昼ご飯だね。おネギと春菊、うん、春菊できよる、相当やる春菊もねえ、ブロッコリー今日取ってしまったもん、うん、葉っぱは食べられんと、葉っぱは食べられんね、これしかなくなった、あ、ネギ違う、あれはネギじゃない、水仙花ネギっぽい野菜洗ったり魚さばいたりするやつです、庭ツアー、ガーデンツアー、さようなら、共に生きよう、そなたは森で私はたたらばで、あー雪めっちゃ降ってきた、最高、お出かけしよう。これめっちゃ美味しいんよ、ね、美味しいよね、それしよっか、今それ見て食べたかと思った、これ食べよ、今おやつにちょっと食べよ、うん、さあ行きましょうか、住み替えに、力持ち弱いです、すごい、水2リットルのやつをあんだけ持って頼りになるわわざとらしいなあなた頼りになるわ、わざとらしいなオッケー、エビせん食べよう、サクサクでなんかこう軽い、うんうん、エビの香りがしてうまい、田舎ってさ、うん、時間がすっげーゆっくり流れてる気がしない、まだ16時だよ今、嘘、うん、なんか7時ぐらいの感覚だけど、うん、4時、これほんと美味しい、なんかカフェインレスのさ、うん、飲み物ってちょっと物足りない感じあるやん、これめっちゃ物足りてるよな、これはうまいよね、ね、うん、危ないだからガタンってなるよ、何でもないかもしれないじゃん、飛んでいって、なんか急ブレーキした、これいいね、このアングル倒れんし、あったガスガスこれでいい、よし、ガチャガチャガチャ、布んだ、あ、布んだ、うん、
釣り予防は運転するのもかっこいいけんね。あ、知ったる。あはははこのバカっぽる。よく愛してるよ。知ってる。到着。よいしょ。あと1本いらないんです。通販行きますか。Street on clouds instead of the concrete I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile and lose. No, I don't care 'cause I am on my way. Up and I won't stop. I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise. Up, no, I won't stop. It is mine.雨なんだ。雨と雪の情報。あずみ焼けてた。うわ。すごい。うん。わあ。お父さん手怪我する。お父さん大丈夫よ。お父さんとんかつ手であげるあ、そっか。うわー、うん、これやばかやつ。ありがとう。行きましょう。気をつけてね。気をつけて。やば。お母さんがね、うん、予防のために作った。そう、嬉しい。美味しいかな。めっちゃ美味しい。めっちゃお父さんこれ美味しい。うん、よかった、うん、これは浜の人、浜食べたい人ね。はい、うん、刺身っぽい本か。本が、うん、食べてみよう。臭くない？全然臭くない。臭くないよ、全然。めちゃくちゃうまい。食べてみよう。マジで。プリプリとる。めっちゃ美味しいこれ。めっちゃ美味しいね。うん。暗闇。見える？全然見える。これは見えるよ。진짜별이星がめっちゃキラキラしてるよね。やっぱ明けましておめでとうございます。おめでとうございます。セヘボマニパドセヨ。セヘボマニパドセヨ。いこば食べたいと思います。食べたいと思います。お雑煮이런떡이들어간국이에요일본떡국일본떡국네타르타르소스야마무리에비야마코토란도있겠나다이스키다카네맛있어요네ここは私の部屋です。
どの声。ルームツアーしてた。あ、ルームツアー。寒い。うん、ね、うん。でも気持ちいい寒さだよね。いい。なんか空気が綺麗だよね、なんか。今から撮影を。前までさ全部灯油やったよ、お風呂も。そうで、私が帰ってきてから、うん、フィリピンから帰ってきてから、うん、もうガスにしようって言って、うん、ガスにした。だってもう大変すぎて。冷たいですね。冷たいですね。みんな歯ブラシも大変ですね。ずっとは住みたくないですたまに来るのがいいです。そういうところもあるけど、自然の方が多いかな。はい、自然が豊かなのはいいけど、ね、食べ物も美味しいしね。うん、暗闇ですね。燃焼って書いてるとこまで伸ばして。伸ばしたよ。もっとグーッと。そう。ピーっていうでしょ、うん、で、火がついたら離す。そしてしばらく待ってたら、つくと思いますよ。あったかいね、ちょっと。あったかい、ここにおるの。うん、一番前に、ジンドクトル。もう、嫁実家も知ったもんですな。マイ実家ですな。実家ですよ。日本の私の実家ですわ。ね、もう何回目だっけ？今年で3回目？4回目？3回目だけどね、うん。ずっといるみたいな感じ。さ、お父さんがね、なんか牛丼作ってくれたの。キンパしばかねえか。キンパしばく。乗りなよ。かじゃ。かじゃ。さらえ。バード。お買い物です。お買い物です。今降りて。私たちの初デートの場所です。あの山。あんにょーん。あんにょーん。ヤブトイボチャンネルのジェット。いや、もう。ミラードーソン。結構急激な坂道です。ボタン閉めてあげようか。オンマーの服。そう、絶対車に。俺おまも積んどる。俺おまも靴も服も全部積んでる。わあ、散策路じゃん。こうやって手すりがある。さあ頑張って歩くよ。いい天気。天気が良き。
縄文です。かっこいい。いや、たまらん。私は本当にこの、こういう昔の建築が大好きな。タバコが伝来したそうですよ。この上上がってみようか。景色がいいから。鳥のうんこが落ちてるよ。気をつけんと。なかなか鳥のうんこぐらい踏んでも。違う。落ちてきたら。高校生の時一回あるの。学校の門の前で頭にベシャってきて、そのまま泣きながら家に帰った。学校行かんで。ああ帰るわ。奇跡、奇跡、せーの、ありがとうございます。二人分です。あ、見かけちゃった。ダメでしょ、1個戻しなさい。私はどれがいいかな。ダメ。はい、大吉。ヨボは、お、大吉。2人とも大吉です。やった。めっちゃ人懐っこいな、この子、ね、慣れてるんだね。どれぐらい大きいか、ちょっと私が今から行って、あそこに行ってくるね。てんてーん、ちょっと一人ない。港町が見えますでしょ、ここは。素敵すぎる。相撲場、ここでね、初デートの時ね、写真撮ったね。写真撮ったの、これを背景にね、こうやって。3年ぶりですね、うん、付き合う前の平戸初デートだね、うん、その時まで付き合ってなかったから、うん、参加しました。海がすごく綺麗に見える場所がある。いい。わあ、平戸城こんな近くで見たことないよ。そうだね、初めてだね。初めてだ。あの島あるでしょ、あそこ神社が、うん、この神社あるでしょ、ここのね、島にね、飛び込んで泳いで行ってたの。やばくない？いや本当にウリアボのおかげでこんな素敵なビューも見れて、いいお正月でした。本当いいお正月ですね。お正月、お正月、お正月です。わあ、本当に何だろう、心がねちょっと洗われる感じがする。この素敵な景色がね、全部映像としてカメラに入らないのがちょっと残念だね。ホームセンター行かんと。ああそうだった。私ホームセンター大好きなんよ、ね、新しく島に大きいホームセンターができたから、うん、そこまだ一回も踏み入れてないからね。そう、行かんと。そこ行かんと。なんか赤と白のやつ。品揃えが半端ない、ね、これなんか売れてるな、ね。
これとこれとこれもやりたいな。な、これやりたい。やりたいね。うん。わあすごい。うわあすごいな、こういうの欲しいな。ホームかまど、これ。うわあ。私こういうの欲しい。マンドゥ。うん。ね。ね。うちのおばあちゃんはもう全部これだった。これ外でこれしてこれして、すごい田舎って感じ。ね。エレナ行く？エレナ行こう。うん。サーモンのやつと。こっちの方がね、良さそうやんね。うん、なんかサーモンがいっぱい。うん、サーモンが主役。うん。これでいい。いいや。もう一個買おう。うん、これ。刺身あるけ。そうだね。うわ、海苔弁うまそう。美味しそう。安っ。298円。安っ。安いよね。ご飯の量よ。唐揚げ弁当も安い。うわー、エビ野菜天丼だって。うまそう。美味しそうだね。これ見て、めっちゃ美味しそうじゃね。紅あずま、蜜煮。美味しそう、美味しそう。これスイーツでどうや？な、豆。豆ね。はい。野菜食べんばけ。これ美味しいよ。これ食べよう、一緒に。うん。おやつ。プリングルス。これとこれ何が違うと？え、3倍。じゃあこっちやろ。チュールスプーン買ってみたの。なんか絨毯はチュールの袋がジガ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 するから、こうやって入れて逆めんどくさそうだな、それ。こうやって絨毯チュール、マイスター中高、食欲は旺盛だね、ほんと。オッケー、メソよ。今日の私たちの夕飯です。いっぱい悪いもんたくさん買ってしまった。これがメインね。うん。で、お菓子、エビフライとかね。なんか分からんけど衝動買いしたね。ね、ほんと衝動買い。餅もう一回考え直せばよかった。いや、餅でも食べたい。私食べたい。うん、ね。おとんとおかんも今日は2人でデート行ったから、私たちもデートです。デートですね。もう家で今日は夫婦時間ね。うん、お味噌汁、お皿お願いします。はい、行きます。牛丼のお皿もね、ここにあるじゃん。ある。うん。なんか想像したのと違う味だけど美味しい。想像してたのとちょっと違う。うん。サーモンですよね、私は。マグロからいきましょうか。うん。旨味。うん。食べていかんばっていうの。スイーツの部門に入ります。粒チーズが入ってるわけ。No. 次は甘いったら今度辛いだね。はい、何ですかそれは。クリングス、サワークリーム&オニオン。私クリングスの中で一番好きです。販売ですよ。濃い3倍だ。マジか。刺激が強すぎる。次はクランキー。出た。クッキーにクランキーが挟まれてるやつ。すごいね。ほんとね、うん、クッキーに挟む必要あったんかな。
タッポキ食べたいね。帰って作るか。帰ってタッポキ作って食べよう。可愛い靴下履いてるね。可愛いね。バーガー買いに行こっか。はい、これ美味しいんだよ。スペシャルバーガー頼んだ、この佐世保バーガーが一番美味しかった。めっちゃおすすめ、ね、駅にあるからね。今日ね、完全にペアルフなの。これも色落ち、この中も色落ち、これも色落ち、このズボンも色落ちなの。そうなの。今日朝5時に起きたからね。チャイだよ。私これぴったりでいいの。